今日楽しみにしてました。よし、頑張りましょう。お前、ショー、僕なんかね、マジ、今日光ってるな、なんか。あー、ぶった。あれだね、俺はなんかACTとかすごい遠くから見てて、ピロピロしてんな、すげえなって思って、あれ追いつけねえなって思ってたら、いつの間にかこんな自慢の組んでました。<笑>ね、本当だよね、びっくりする。いや、なんかすげえ楽しいです。なんか、ゆるいです、このバンド。ゆるいのにかっこいいっていうのに矛盾が<笑>
何も言わないからそう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 いい意味でそうだね、あんま長くてもあれなんで、僕で次の曲に行きたいと思います。ちょっとギャップがありすぎるっすI'm not the only one.
とうございます。全然違うじゃんみたいな。確かシンドロームで。シンドローム。まあ、かっこいいなと思ったんだよ。多分無理だと思って。断ってたんだけど、まあ、それで、まあ、一緒に夏の匂いやってね。で、まあなんかそこから消えて、俺が。まあ、書いてあって。筋より消えて、で、まあなんか、はい、なんだろう。なんか本当はその、一概に出なかった時に、その、まあ俺はもう、やめたと思ってたんだよね。その、まあ出ないって、まあ本当は、開けてたんだけど、なんか見に行くのもちょっと気まずくて、実は。そうそうそう、だからなんか、もう俺の中ではすぐにやめたかなって思ったんだけど、その、まあなんか、去年の、ね、夏合宿にね、いきなりなじられて、なじられて、で、なんかその時にすごい嬉しかったのが、その、まあ、経緯を言うと、あいつが LINE に勝手に書いたんだよ、なんか、ムッと参戦みたいな、俺に言ってないのに。やばいじゃん、もう完全に仕事の予定入ってたのに。で、なんかその時にその最初になんか心平がなんか何それ激アツじゃんみたいな感じで反応してくれたのすごい覚えててなんか嬉しくてで、なんかそれまでもすごいなんかもう心平は初めモックに来られたらなんかなんかやろうなんかやろうってすごい言ってくれてたんだけどなんか戻ってくる戻ってこられなくてなんか気まずいしそう、だからなんかそういうところでまあなんだろう最初にまあ既存で復活したのグレーだったけどなんかそこからランクもゆるいのが本当に悔しいです。感じでもう本当に感謝しかないんだけど、なんかごめんこんなギターで。いや楽しいよ。むしろなんかあんま上手すぎてこうなんか全部完コピでみたいなたまに寄れる感じがねやりやすいわ。人間だわ。いい機会だからね。いずれも好きだよ。なんかその寄せ金入ってくる前にそのギター経験者みたいな感じで入ってすごいなんかマッチャとか上手くなってびっくりしたんだけどそのなんだろうなんか最初はマッチャやばかったじゃん。練習しててそうちょっとボコスだったすげえなって思ったんだけど俺なんかその高校時代に4ヶ月しか実はギターやってなくて全然弾けなかったんだよ実は。でもなんかその、まあ、みんなが弾ける弾けるみたいな感じで言ってくれて練習しないとやばいなって思ってもう本当1日10時間以上毎日練習してて、でそれでなんか、まあ、それより下手になったけど、なんか、まあ、ぼちぼち弾けるようになって、で、なんか、その中でなんか、まっちゃんに教えたりとかもしてたけど、なんか、帰ってきたらめっちゃ重くなってて、で、なんか、特に新平とかもね、なんか、最初ドラム、なんか、そんな叩かないみたいな感じだったのに、なんか、1年の夏過ぎた頃からいきなり覚醒し始めて、なんか、すごかった。で、見てる方も楽しかったし、で、すごい笑顔でドラム叩いてくれるから、なんか、やってる方も楽しい。いやですね。戻ってきてくれて嬉しいよ。素直に。ありがとうございます。本当に。ぜひ。ね、こう受け入れ体制があるのはなんかいいなと思ったよ。セガに。うん。なんか。ね、そういう感じがいいですね。温かい。やりますか。そうですね。あとで飲もうぜ。16じゃねえや。全然わかんねえや、数字。15期とかのね、なんかを見るのすごい楽しかったです。俺ちょっとニヤカなんだけど、ちょっとバレつつあったけど。よし、じゃあみんな、ね、みんなに会えてよかったってことで、15期のためにやってるかも。